県内でも先月から今月にかけ、熊がいないとされていた伊豆半島で熊が発見されたり、富士市の住宅街付近に熊の出没情報が相次ぐなど、緊張状態が続いています。今週、県は熊の出没マップをホームページで公表。今年度は昨日までに72件の熊の目撃情報が報告されています。そのうちの一つが静岡市清水区の佐多峠のハイキングコース周辺です。静岡市清水区沖津から佐多峠に向かうハイキングコースに入ってきました。入り口に入るとすぐにですね、目新しい看板があります。熊出没注意って書いてありますね。そしてその下見ますと、もうつい先日です、10月25日水曜日から複数回にわたりハイキングコース周辺で熊が目撃されていますと。静岡市によると、先月25日と26日の2日間で熊を見た、黒い動物を見たという内容の目撃情報が3件寄せられました。どんな場所なんでしょうか。その現場を目指して峠道を登ると、車を置いた駐車場から5分ほど上がってくると、もう佐多峠に着きました。ここです。ここから先を見ますと、綺麗に富士山が見えます、ね、駿河湾と富士山です。いや、これだけの素晴らしい景色ですからね、ハイカーの皆さんに人気があるのはとてもよくわかるんですけれども、実はこの先で複数回熊が目撃されているんです。ハイキングコースの途中には柿の実がなっている場所がいくつかありました。この辺りですね、柿が落ちています。まあ、これ腐って落ちたのか、あるいは何か野生動物が食べたのか、そして他にもね、アケビが結構いくつも落ちてるんですよね。全部これ中がないですから、どうなんでしょうね。まあ、この辺りだったら猿がいてもおかしくはないと思いますけれども、何か野生動物が食べたのかもしれません。ちょうどここでですね、通行禁止となっています。この先のハイキングコースがちょっと崩れているため、今通行禁止になっていて、こちらがちょっと茂みの中になりますけど、この迂回路を通ってくださいということになっているんですが、あちらですね、熊出没注意の看板、あそこにもあります。熊が目撃されたという迂回路に入っていきます。鬱蒼とした茂みで、少し暗くて狭い下り道です。迂回路を少し降りてきますと、ちょうどここ谷になっているんですけれども、少し広い場所があって、この辺りが複数回熊が目撃された場所のうちの一つということなんです。ちょっとこの辺りの斜面、植木鉢ですとかね、割れたものが無造作に転がっていて、何かこう産業廃棄物がちょっと捨てられたのかなというような場所なんですけれども、そういったところに混じってですね、これジュースなどの清涼飲料水ですね、甘い飲み物の空き缶も含まれています。もしかするとこういった中にですね、少し匂いの出るなんか甘い液体というものが残っているのかもしれません。5年ぶりに佐多峠を歩きに来たという男性に話を聞くと、ちょっと怖いなとは思いますけど、まあそうそうは行き合うこともないとは思いますけどね、そうですね、これで本当にここ出るなら鈴とかつけなきゃいけないかなと思いますけどね、まあ、ここもほぼ海に面しているようなところですけど、ここで熊が出るっていうのを聞いてどう思われますか。やっぱりなんかおかしいなと思いますけどもね。目撃現場から30メートルほど歩くと道路に出てきました。この辺りに来ると車の音がするんですが、実はこの下、東名高速道路が走っているんです。ここから北側に山々がありますけれども、あるいはですね、熊はこの山々、北の山々から東名高速道路を越えて、まさに海に近いこちらの山林に来たということも考えられます。